はい、今回はですね、松田直樹さん、10回忌、はい、ということで、僕にとってターニングポイントとなる先輩であり、日本サッカー界のね、本当ご尽力していただいた日本を代表するディフェンダーの一人で、講師ともにもうすごくお世話になって、今回この動画を企画させてもらったのも、松さんが亡くなられてから10年目ということで、節目っていうのもありますし、日本サッカー界今こう成長してると思うんですけど、やっぱり松田さんのこの熱いプレーとか思いとか、そういうものは現代の子もこれからのサッカーを担う子たちも語り継がれてほしいなっていうのは個人的には思ってますし、やっぱりそういう熱意みたいな部分をプレーでも言動でも表す象徴だったので、松田さんっていう存在をね、いつまでも風化させたくないっていう思いで、今回動画を作成させてもらいました。松田さんとの僕のエピソードというか、1年目入ってから、腐りかけてた僕がいました。はい、プロ1年目で通用せずにメンバーにも選ばれないって、でそんな中松さんがさ声かけてくれて、はい、お前元気ねえじゃんって言われてお前みたいなのが元気出せんねんと俺も元気なくなるからお前元気出せよって言われて、はい、その頃も、バリバリの日本代表だし、松さんとはちょこちょこまだ1年目は喋ってたけど、そんなにね仲良くさせてもらってたってわけじゃなかったんだけど、話してくれて前に、はい、そこから俺の中で松田直樹さんっていうのがすごい強くなってきて、で次の年、2003年岡田監督就任してから、優勝するんですが、その年もね試合出始め1年目ってことで、プロ2年目でしたけど、まだまだ何も分かんなかったけど、松さんが試合中に「お前俺に言ってこい」って敬語使うなっつって、タメ語で言えっつって、タメ語で言わなかったらお前切れるかんなっつって、ほんと試合中に何かあろうもんなら「お前なんとかだ話せ」って言ったら「うっせえ」っつって、はい、そういうのがなんか会話になったんだよね、会話にさせてくれてたんだよね。だから俺としてはすごく伸び伸びやれたし、そこでなんかこうサッカーに対するこの思いとか情熱っていうか、やっぱりねどうしてもそういう部分って気にする選手もいるかもしれないんですけど、やっぱそういう、ね、年齢だったり試合にはやっぱ勝ちたいっていうみんなの思いがあるから、それはどういうもんかっていうのを松さんにすごく教えてもらって、2003年、優勝、はい、最後にはできてっていうところで、そこからもね講師ですごくお世話になってましたけど、プライベートでもね一緒にご飯食べに行かせてもらったりとか、はい、もうほんと豪快だったし、プレー面でもねその当時ではなかなかないこの攻撃の部分でもやっぱ特化して、リベロっていうところで上がってこうね点も決めるし、守備でもね能力的にはもう松さんに秀でる人はいないって言われてた、いろんな選手から代表選手も含めて誰ですかって今までディフェンダーですごかったのってで松さんの名前が上がるし、記憶に残る選手だよね。だから俺も記憶にずっと残ってるから、記録っていうのはやっぱりどうしても必要になってくるんだけど、結果記憶に残る選手って、はい、言動もそうだけどプレーでもやっぱり何か人のね心に刺さったり脳裏に残んないと記憶には残んないですから、やっぱりそうやって強く記憶に刻まれる選手、それが同じプレイヤーでもそうっていうね、やっぱそこはすごくね鮮明に覚えてますよね。ということで他にもね松さんのエピソードだったり何選手か聞いてますし、前橋育英の監督も聞いてるのでこちらの方をご覧ください。今回はですね、シュンさんに来ていただいて、松さんの10回忌ということで、松さんってどんな存在だったのかなってシュンさんにとってとか、なんかエピソードとかちょっと聞きたいんですけど。エピソード、はい、俺が1年目の時は松は3年目ぐらいかな、はい、でもう J リーグのスタメン出てて、俺もサテライトかと思ったんだけど最初、でも最初がトップ混ざって、はい、で寮も一緒だった、はい、だけど全然喋んなかったし、あ、そうなんですか、はい、俺もね高卒だし全然喋んなかったけど、自分が試合に出れるようになってぐらいから少しずつだね。であとは那須もそうだけど、はい、パーソナルトレーナーの筋トレのが一緒だったりとかして、はい、うん、それぐらいのとこかな。自分がトップ下になって2001年からチームもあんま強くなくて、うまくいってない時に結構俺が独りよがりなプレーしてた、はい、で松さんに飯行こうって初めて来る、はい、ジョーさんと、はい、2人に呼ばれて俺絶対説教されると思って。ああそうっすよね、確かに。そういうプレーっていうか態度もしてたし、そしたら真逆で、はい、お前が中心なのか、もっと好きなの
もう光ってもっとやれるんですよ、ね、一番うまいわけだし、自分が引っ張っていくぐらいのどんどんやってくれみたいな感じで言われて、あれって綺麗だな。あれが一番最初、ちゃんとがっつりマスさんと喋ったのはそれが初めてで、そっからなんか一緒にご飯とか生に連れてもらったりして、よく外にいろんな人に会えたのが、なんか唯一年下で尊敬できるやつだから、でそれをなんか周りに結構なんかよく言う、だからそれがすごい純粋に嬉しかったなっていうのがありますね。もうなんか気さくで、大胆で、大胆で、気さくで分かります。男気みたいな。あ、そうですね。で、なんかこう、気性荒い時もあるし、っていうか、もうなんか、そういう選手っていうか、人だったっていう人もあります。プレイヤー的にどう思ってました、マスター。新しいリベロ像みたいなので、気がついたら前の方で点取ったり、でそれにね、俺、アシストよくしてた、なんか俺がパッて見たら、マスター、上がってると思って、スルーパス出したら、マスターがちょんっていくみたいな。2、3点続いて、でちょうどその2点か 3点中2回はその週の前の時に焼肉をおごってくれて、だからあいつ焼肉をおごればアシストくれるんだよ。そういうふうによく言ってた。普通3バックってリベロが上がんない。そうですね、はい、それをもう自分の判断で、ああやって前まで行って、っていうのも松さんならでは、松さんっぽいですね、飯こう連れてって、いや、そうですけど、で、こう巻き込んで、で、調子よかったら持っていこうぜみたいな。そういう時に、飯の時に、サッカーもいいけど、いろんな人に会って、いろんな話聞くの、お前大丈夫だぞ、外の世界見ろよ、みたいな感じで、言ってくれる人っていなかったから、まあ、それって、自分の中では、夜遊びだったり、体に悪いもの食べたり、酒飲みに行ったり、みたいな、感じだって自分の中で思ってたんだけど、マスターとご飯行くといろんな人と合わせてくれたりとかして、サッカーだけじゃない、いろんな人の考えが、まあ、企業の社長さんだったり、こういう風になってここまで来たとか、人間的にこう成長させてもらったなっていうのがありますよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。よしよし、ありがとうございます。マスターのことを言うことがプレーもそうだし、人もそうだし、マスターのことをやっぱもう人間味ある人っていないんじゃないかなって、みんな多分思うと思うんですけど、まあ、サッカーはすごかったし、2回目のすごい豪快な人だったし、まあ、今だけなくなってしまったけど、まあ、未だにやっぱり、やめきれなお、どうだろう。まあ、俺も本当プロ入ってすぐに見てきてるし、まあ、プロってこういう存在になんなきゃいけないなっていう、まさかプレーを戻し、存在感もね。で、俺も一体膝で最後怪我してリハビリと長くしたけど、まあ、マス君のおかげで、まあ、なんか最後までやりきったというか、まあ、マス君が空から飛んで、なおかでやめちまうのかお前はっていうような感じで自分言われた気がして、そこからなんか頑張れて、まああの人は本当にグラウンドの上で頑張ったっていうのを思ったら、なんか俺はちょっと失礼かもしれない、マス君らしいなって、なかなかそんな人いないです。本当に34年間本当に突っ走った人だったんじゃないかなと思います。マツさんが亡くなったすぐに駆けつけて、俺も行った。あ、そうね、ちょっと病院で、まあ、俺病院の後だったんだけど、マツさん笑ってた。そう、笑ってんだ。そう、俺めっくりびっくりして、本当にもう亡くなってないみたいな、本当になんかが幸せだったんだなっていう。そう、俺びっくりした、本当にびっくりした。笑ってたよね。そう、笑ってくれてた。サッカーに愛されて、お会いした人だったな。前橋育英高校に来ておりますということで、前橋育英高校サッカー部の山田監督に松田直樹さんについてちょっとお聞きしたいんですが、今年で10回忌ということで、高校で松田直樹さんってどういう印象の選手だったのかっていうのをちょっと聞きたかったんですけど。やんちゃな、あのイメージですよね。それはもう当時からだったんですか。いや、もうそうですよね、はい、高校入学からもやんちゃな、はい、はい、はい、じゃあ、ただ、はい、やっぱりね、人前でなんか努力する姿を見せたくないんですよね、はい、あ、はいはい、誰もいなくなると真っ暗闇の中で、ね、一人で走ってる、はい、こんちくしょうって思いながら見てましたけど、はい、そういうやつですよ。へ、
俺は天才みたいな感じでやってるけど、はい、実は総合力をしてたっていう。だ最初の頃はね、ヘディングなんかもう下手くそで。はい、あ、そうなんですね。うん、だから僕はよく怒ってました。お前そんなで身長があって、はい、なんで？毎日練習してます。プロになってからもやっぱり松さんその才能っていうか、はい、持ってるポテンシャルはもうすごいものがあるって、はい、いろんな選手から聞くんですけど、はい、高校入学当初もそういうそのポテンシャル的なものですか？そうですよね。あの最初中学の時にはフォワードやってたんですよね。はい、フォワードじゃもうダメだったし、はい、ただやっぱりセンターバックブランチとかやらしたら、はい、あ、これはいけますね。あ、カードがコンバートしてってことですか？そうです。あのアンダー17ですかね、はい、コミュニティ選手監督から、はい、それで監督にあのセンターバックでいいのがいないかって、いやないですねって言いながら、はい、中学3年生の時に、はい、もしかしたら松田の能力はいけるかもしれないな、はい、やっぱ身体能力が高かったん で、はい、ですぐ書き直して、はい、先生群馬に松田直樹っていう選手がいて、はい、これ見た方がいいかもしれないです、はい、で読んでもらって、うん、それからじゃあ代表でもセンターバック、じゃあ前橋育英でもセンターバックで行きますって言って、はい、新入生だから、で最初は嫌がってました、ね、センターバックをですね、ふざけんな、想像したつきますけど、なんだよ、なんで俺はフォワード、センターバックかよ、はい、最初言ってました。そうなんですね。でそれがだんだん、はい、お、まず最近やる気が出たんかよ、はい、いや、だんだん面白くなってきました、よっしゃよっしゃ、面白くなってきたかっていう感じだったんですけど、ね、僕もお世話になってたので、うん、親しみは そうね、先輩というか、はい、すごくやんちゃでもなんかその親しみがあるやんちゃな感じの選手だったので、うん、はい、キャラクターとしてはもう昔から持たれてたっていう感じだったんですよ。そんな感じですよ、ね、高校1年生からもずっと試合で出られて、もう使ってました。やっぱ高校1年生と3年生って結構体格の部分で、はい、差があるじゃないですか。もうそういうの引き取らなかったですか？そうですね。もうだから2年生3年生になったらもうもっともっと体力が高まってきて、で練習もね、なんかわあ、なぜなんだよそれってただただやっててって怒ったことあるんですけど、そしたら僕のところでしたね、先生すいません何がだよっつって、はい、僕が 100% やったらみんな怪我しますって言うんだよ。ふざけんなと思って。よし、分かった。だからね、2年もあるぐらいから、はい、練習試合で、浦和レッズのトップ、はい、冬を出るし、はい、それでガンガンやるんですよ。そしたらもうワクワクしながらやってた。ガチャッガチャッ。だって高校生相手だとみんな吹っ飛んじゃう。面白かったのは、ジョー。ジョーさん、はい、うん、ジョーが上だっけ、ジョーさんの上ですね、はい、で、果実とトレーニングマッチアップで、はい、ジョーと松が、はい、マッチアップで、はい、面白かった、あれは、ガチガチあ、そうなんですね。あれも良かったから、やっぱりああいうのをやらないとダメだよね、ああいう選手って。そうですね。いや、なんかその監督の中でもやっぱポテンシャルっていう意味では、うん、育英の史上でも、うん、そうですね、あれね、うん、400とか800なんか走らせたら陸上でも行けたんだよ。100は無理だと思うけど、はい、400ぐらいだったら達者な。そうなんですね、うん、そういうイメージがありますね。もう僕はやっぱ個人的にそのマスターのあのこうファイターの部分というか、うん、熱い部分っていうのは、うん、やっぱ日本サッカーに語り継いでほしいという部分があって、うんうん、まあ、こうやって松さんの思いも含めて何かメッセージで伝えられればと思うので、うんうん、最後にちょっとなんかこう締めのことで、その松さんのいい部分というか、はい、あのサッカーの部分で特にどういうものを大切にしてやってたかっていうのをちょっと監督の、まあ、視点からというかお聞きしたいんですけど、トルシエの時もそうだし、ジーコの時もそうだけど、はい、何かあの疑問があったらすぐぶつけられるみたいな、はい、あのまあ、監督と喧嘩したりしてましたよね、はい、だからまあそういう本当にぶつかっていくみたいな、そういうことが彼の良さであって、いろんな
監督にまた J でいろんな経験をして、はい、やっと30過ぎぐらいになって、やっとこう話せるようになって、はい、それまで寄りつかなかったですからね。そうなんですね。ほんとほんと。おー、松浦って言ったら、はい、ちょっと先生、飲み行きますかって言ったらね、はい、よし、これからあれだな、サッカーの話よくできるようになるんだなと思った矢先にね、バカ野郎って感じなんですけど、だからよくサッカー大好きなんで、そういう意味では、いろんな話を酒飲みながらしたかったですね。本当にすぐそこにいるような、ずっと僕の中では風化されないというか、うんうん、あの無邪気な笑顔だったりとか、そうですね、はい、熱いあの闘争心だったりとか、うん、なんかそういうずっとこう語り継がれるぐらいの熱いものを持ってるなっていうのはあったので、うん、なんかそういうものが今後日本サッカーの選手たち語り継ぐ、うんうん、いでいただければいいなと思って、そうですよね、はい、楽しんでいただいたので貴重なお話、いえいえ、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回、まあ、10回忌ということで、この動画をね、上げさせてもらったんですが、これからも本当に記憶に残る、やっぱりサポーターもね、熱いプレーだったり言動だったりもそうですし、心に響くっていうのは応援したくなりますし、まあ、それが全てではないんですが、やっぱりそういう思いをね、よりまとったというか、選手がたくさん出てきてほしいというか、それが言動だったり行動でね、たくさんの人をこう見せていただける選手がこれからもたくさん出てきてほしいっていうので、今回動画上げさせていただきましたので、これからも日本サッカー界僕自身も盛り上げていきたいですし、まあ、松さんのね意思をねもろにこう受けてる、影響を受けてる、選手なので、やっぱその思いっていうのを語り継いでいきたいですし、まあ、これからもね熱い思いで進んでいきたいと思いますので、まあ、ここら辺で終わりたいと思います。皆さん、それではまた。